映画、妖怪百物語の、カラカサ小僧のフィギュアスキアッポです。ニュルンベルク年代記より、一足歩行、とは一つの足だけを使う歩行様式。一本の足だけを使用して移動することは、ユニペダルの動きとして知られている。多くの二枚以とほぼすべての複足類の、軟体動物は一本の足だけを使うように進化した。事故や、先天性欠損症によって、 動物や人間が片足だけになる場合もある。一足歩行を行うロボットは少数だがいくつか研究されている。一足跳躍ロボットはぴょんぴょん飛び跳ねることで移動する。一足跳躍ロボットはより複雑な運動のテストに使える可能性がある。神話上の一足歩行に関する研究の一つにテレサ・パロリなどがある。How ハウ・メニア・レ・ザ・ユニーペド s フィート、ゼアトラックスインテックスツーソース、アノレクタセプテントリオナリア、ビートラージアズールのオルディッチャーマニスカンクルトゥール、ウントリテラチュアジェシークト、エド、バイビルヘルム・ハイツマン、クローズボルドレ、ハインリヒベック、ピアニッシモ、281から327。ありがとうございます。